事実上、与野党対決となった山梨県知事選挙、昨日投開票され、自民党、公明党が推薦する新人の長崎幸太郎氏が、立憲民主党、国民民主党が推薦する現職の佐藤一志ら3人を破り、初当選を果たしました。えー、長崎市と、失礼、後藤一志ら、えー、3人を破り、初当選を果たしました。長崎さんとですね、後藤さんのこの票差が3万票ぐらいですね。 そうですね。えー、えー。長崎氏は、財務官僚や衆議院議員3期の経験、さらに自民党の二階幹事長に近いことを踏まえて、国とのパイプを強調しました。現職の後藤氏の県政を停滞と批判して、えー、産業政策などの強化を訴えました。まあ、今年、春の統一地方選挙4月ですよね。はい、あと、衆議院選挙の衆、衆議院の補欠選挙、これも4月、はいえー、21日あたりですかね。はい、で、夏の参議院選挙、うん、まあ、あの、今日から始まる ありました国会が延長されなければ、おそらく7月21日あたりじゃないかと言われてますが、選挙イヤーなんですね。まずその初戦を与党が制したということなんですが、ジョンネさん、これどうご覧になってますか。これね、もう少し大きい視点で考えたいんですけど、要はね、あの、安倍政権が、あの、アベノミクスをあんまりちゃんとやらなくなってきているっていうのは現状なんですよね。例えば金融緩和も、あの、2016年は毎年、え、2016年まではだんだん金融緩和の金額増やしていって、80兆円まで増えたのが、はい。 17年あたりりからだんだんん減減ってってて少し減り始めてで、な,な,なおかつ、その財政の面でも、あの、消費税増税でしょ今年緊縮でしょえアベノミクスは大胆な金融緩和と大胆な財政出動っていうふうに言ってたのに、なんかちゃんとやってないんですよ。で、なんでこんなふうになっちゃったかというと、あの、野党が腰くだけで、全然対抗軸にならないからですよね。で、これ、束になってかかったけど、勝てなかったと。山梨でね。で、山梨といえばほら、昔あの、 シーさんがね、あの、民主党もね、ね、あの、すごい、力を持っていたところで、そこでも勝てなくなってきてるっていうのは、ますます自民党が緩んでいくなと。ろくなだからもう対立塾出さないからですよ。盛りかけ問題でくだらないことやめて、もうちょっと国民のためになる政策をちゃんとやってほしいんですけど、なんかどうしてもですね、例えばその立憲民主党あたりはね、今回のレーダー問者、あの、照射問題について、一言も言わないでしょお前ら本当に日本の政党なのかっていうふうにやっぱ国民思ってますよ。そんななんか、あの、変な野党ばっかりだと困るんですよね、国民ね。 これはもうちょっとね、本来だったら、その与党と野党がしのぎ削って、より良い日本にそうなんですよ、国民に対してサービス合戦するみたいな感じで、やってもらわないゃ困るんですけど、野党なんか選んだら大変だっていう感じなんで、与党が勝っちゃうんですけど、でもその与党が、肝心のアベノミクス、ちょっと弱まってきてる、それでもなんかもう今、突っ走ろうとしてるでしょ、増税とかも、ちょっと待ってよって感じなんですけどね、困ったもんですね。その統一地方選選挙挙と参議議院員が 12年に一度の井戸市選挙市市ですね、はい、井戸市選挙は与党が参議院選挙で苦戦するジンクスというのがあるんだそうで、うん、2007年自民党が37議席と惨敗第1次安倍内閣の退陣につながりました、はい、まあこの井戸市選挙ではあるんですけれども、はい、じゃあこの統一地方選挙参院選挙どうなるのかっうことですね,ですねあの日本経済の、はい、まあ行方次第ですが、はい、あの方向としてはです、ね、経済を強くする政策は一切今やってないので、はい、本当にこれ困ったなと。 私結構いろんなところでその自民党やね政府に対して、はいあの、金融緩和もっとすべきだし、はい、それから増税はやめろとこのタイミング で、言い続けてるんですが、ええ、なんかその、わけのわからない理由でね、ええ、わけのわからないというかその、社会保障の充実って弱者から金を巻き上げる消費税を社会保障の充実に使うんでしょ、ええ、逆だろうと。うね、金持ちから巻き上げて、はい、お金のない人に配る。ネズミ小僧型再分配っていうのは本当は必要なのに、<ー>今はだから、ええ、消費税って一番その、貧しい人に負担のかかる税金から、ね、それを財源にして、はいええで、それをちょっとピンハネしてから、 ね、返すって。じゃあ、前よりも減っちゃうじゃんと。えー、ね、ネズミ小僧の反対。猫じじいですよね、これね。そりゃ、ま、確かに。猫じじい型分配をしようとしますよ。もう、ロックでもないのと。猫じじいって猫娘と粉きじじいが合わさっちゃったみたいな感じがして。<laughs> 本当ですよ。えー、はい。ね、えー、も困ったもんだなと。粉きじじいがね、あのね、えー、あの、猫娘のコスプレみたいな感じで。えーえー <laughs> そういうイメージで言ってください。猫爺じ誰か絵描いてみたいな。はい。感じですけど。も困ったなと。そうです。もう自民党猫爺じ今すぐやめてくれって感じです。はい。でもね、野党も猫爺じなんですよ。みんな消費税増で賛成でしょ困ったもんだなと。猫爺じしかいねえのか、この国は。と。恐ろしいですね。はい。はい。